マンスパイ書いてるやつ大体ボランチ。どうもこれです、ラーメン屋店主、ラーメン作れるだけで生きるな。どうも最高です。特に二郎系やねんけど、うん、接客悪かったりするやんか店長、うん、あいつラーメン作れるだけやからなんで生きてるのあいつ。いやもうあれがプロフェッショナルなんちゃう。そうなん。そんなプロフェッショナルにねまつわる今日は企画やっていこうということで、はいはいはい、本日の企画、圭介本田を企画名本田圭介。違う、圭介本田を、本田圭介じゃない、圭介本田。まずなんでこの企画やりたいかというと、俺たちにはその勝者のメンタリズムが必要なんですよ。どこにメンタリズムある相場ここやあ、ここか、うん、あ必要ない必要なんていうことで、本田圭介、あの、すみません、間違えました、圭介本田をお前が間違えんだやるということなんですけど、これどういう企画かというと、圭介本田にまつわるクイズをキャメラマンがね用意してくれたんで、はいはい、それを僕たちで解いてって、どっちの方が多く正解できるかという勝負です。あ、やっぱ恒例の罰ゲーム、1週間左利きでレフティーでチンチン。カメラマンください、自分信じて、信じ信じ、ハーフなハーフな。第1問、はい、名言問題です。5個の中から1つだけ本田じゃない名言が紛れているので、うん、それを見つけてください、はい、全部言ってそうやな。ちょっと待って、カメラマン、カメラもうちょっとこっちやわ。ケイスケなってんのなってんのお前ケイスケ。ちょっとカメラ、オッケーオッケー、こうちょっともっと後ろにして、カメラちょっと寝そべってその時点まだなかった2012はその壁の下にこの五郎対策で寝そべるなかった。まだ一問だけやんな、偽物は。はい、ホンダじゃないと。そうです、いうわけね。ヤマハ、いやそのさ静岡の企業で来んなよ静岡の企業対比で来んなよ。でもね、3番だけはこれもし本田圭佑が言ってるとしたら、ちょっとやばいよな。サッカーで11人やるスポーツやから、AC ミランス卓球チームやと思ってるそんなにカンニングする顔まあ1個でも明らか浅いよね。なんかこれもう簡単やな、せーの4。2人とも不正解です。おい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 、マジか、ケイスケ浅いってさすがに。答えは1番です。諦める理由を探すんじゃなくて、諦めない理由を探せ。こちらはですね、キングカズさんの名言となってます。そのさ、もっとちゃうやつにしたれよ。その11ダビッドソンのなんか名言とかに来いよ。キングタグカズがなんか本だよ、もう俺らからしてたら5歳やね、あのレベルまでいったら。名言問題の第2問、はい、お願いします。1番これサイコちゃんこいつコミュ障やからさ、おい、そんな緊張せんわ。今日もさ、さっきラーメン屋行ってたじゃん3人で、うん、でご飯おかわりも言わないけどさ、こいつさ言えへんねん、ご飯おかわりあの お願いしますって掲げて待ってんねん店員くんの。それでお母さんおかわりしてくれたいやお前これこうやってたら家系やからそういうことかな。いや違う違う、この家かかってない、考えよう。イメージつかんからさ、ちょっと言ってみて一回さ、うん、オッケー、あのマクドに行った感じ出すわ、本田圭佑は。で、緊張するのかどうか、ビッグマックと534でお願いします。おい、クーポン使わないやろ圭佑クーポン使わないやろ使わない、全然緊張せんかった。せーの3、1。もう俺はバーチャル本田圭佑をやった結果、こうなったね。3は本田圭佑っていろんなことやってるから、サッカーだけみたいな考えはないねん。ほんで4は確実に本田圭佑よ ね、これ有名なの、うん、5も絶対言ってんねん、言うてますね言ってますわ、うん、言うてますね、5番ははい、正解は最後さん正解です。はい、モノさほらな、だからお前モノマネ芸人止まり悔しいですカットで入ってきやがって、ザブングル。ザブングル混ぜたらあかんね、モノマネだけは決めてたらあかんな、サンポールと一緒やな。コバさんの1番、ワールドカップ南アフリカ決勝トーナメントパラグアイ戦に向けてのインタビューで。おいチョケ取るやん、チョケ。おもろいな、やっぱおもろいですね。続いては、武勇伝問題。4個武勇伝があるんですけど、うん、この中で1個だけケツコンドじゃない、うん、武勇伝が混じってます。あ、なるほどね。それを当ててもらいたい。1番、北京五輪開催中、皆はグラビア雑誌を見る中、本田はビジネス雑誌を読んでいた。うん、はいはい、はい、これ全然わかるよ、あるあるある、ありそうある。2番、カンボジア代表を集めて体力テストを行った際、 14.5 秒で 80m を何本走れるかというテストで本田だけ10本走り切った。はい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 。3番、1回の散髪代に400万かけたことがある。お、美容師ビル・ゲイツ4番、AC ミラン移籍して初めてフリーキックを決めた時に、バロテッリにたまたま入ったシュートやなって言われたから、お前の顔もブレ玉やんけって頭しばいた。こちらこれイタリア語で、さすがにこれはもう分かるやん。はい、の4番、4、さすがにやばい
正解です。まあ、これわかんないけど、逆にさ3番これガチな400万かけたって。これは南アフリカワールドカップの時にいつも切ってもらってる人を、はいはいはい、ファーストクラスで南アフリカに来てもらって後期代と宿泊費全部込めたら400万にいったっていう。 あそこまで頭当てなかったわ。で第4問、はい、会社問題。ああ社長やもんね。そうです。この4つの会社の中に1つだけ本田圭佑が経営してない会社があるので、はい、それを選んで。実在すらしないってこと。はい、そうです。あのね、1個目、はい、ソルティオ株式会社、うん、サッカースクール、あー子供のためのサッカーを教える会社となっています、はい、2個目ノーズ株式会社、運動を数値化する機械を販売した。よく試合中に出るデータを取るためのね。あ、はいはいはい。3個目ダウドゥ株式会社、はいはい、施設運営のコンサルとか教育、4つ目ポストフォン株式会社、はいはいはい、サッカーのグラウンド整備とかサッカーをもう普及する、あれどういう風にサッカー普及するっていうようにしています。これを頑張りました。これはいけるんじゃない。出題者の意図まで分かりました。はい、せーの2番、4、うん、数値化するやつ。普通にポストポーンってすまあ後回しにするっていう意味ない、うん、ナウドゥーがあってポストポーンやらんやろナウドゥーはマジナウドゥーは有名やな。有名や、あナウドゥーはマジ有名や、ね、ツイッターとかよく言ってるし。ちょ浅くないそれは浅いねんボケおいでかいねんボケみたいな言うのケンスケがお前最後さん正解です。ちょそのさ、いやでもメタ思考で解くねや問題やってるやノーズ。そうですね、ノーズはフロンターレとかサガントスとかが使ってる、はい、ちゃんとした。なるほどな。2-1か今。でもケンスケは2対1から活躍するからね。あね、セネガル戦か時差ツッコミミラーおるミラノのツッコミ。第5問、はい、サッカー感問題という、1個目、うん、ストライカーは空気読んでたらダメなんですよね。2個目、僕はワールドカップ優勝するために行ってたんで仲良くするためには僕は行ってたんじゃないんでね、うん、結局どれだけそのサッカー選手が偉大だったかは適したチーム数に現れるんですよね。はい、僕はシンプルですよ、ボランチやりたくないって言います。だってやりたくないですから。はいはい、シンプルね。うん、4は結構有名じゃない。4はもうケースケ公文ない。そうそうそう。もう1個そのミランの時のケースケ公文あって、うん、あの誘導したらイタリアやばいっすよ。これもケースケ公文よね。ケースケ公文ではない。ケースケの発言。発言、うん、まあ、やばい言ってたよな。まあ、イタリア危ないっすよ。僕はこれ言うといたってメディアに伝えてください。散々パラ僕のこと叩くでしょ。ちょっと、ナウデュー入ってる。まあ、これはわかるでしょ、さすがに。せーの、1、当たり前じゃないかなと思って。あー、でも出した後に思った。当たり前なこと普通に言うなって当たり前のことをドヤ顔で言うからケースケやね、うん、3は自分のこと正当化してるだけじゃん。あのね、リトアニアとかアゼルバイジャンとか言ってる言ってるね。サイコさん正解です。知ってるやん。マジ名前で入ってる。いやポストポーン入ってる。ないねん。ポストポーンはない。先延ばししてますよ、ね。それはお前のレポートだけや。第6問、はい、写真問題。この中で一人だけホンダじゃない人がいます。それを見つけてください。ホンダファッションもね有名よね。せやね、トレンド作ってるからホンダが、うん、いやトレンドは作ってないよね。作ってない。あホンダやなって思う。直感でいこうかこれは。はい、僕行きました。はい、どうぞ。せーの、そのホンダのパチューカの背番号ええてパチューカだけで02ってくるけど、正解は1番です。3、これさ、トップ下の肩役じゃないやん右サイドバックやん。ちなみに1番誰これ。1は中谷です。あーいいね。なんか1だけちょっとおしゃれやもんな。ダサ言うな。普通に4ダサ。4やで、4ダサ。次の問題は、はい、ツイート問題。4個のつぶやきがあるんですけど、うん、その中で1つだけ本田じゃない僕のつぶやきがあります。お前つぶやきかい。素人のつぶやきいらんて。1番、It's never too late。 はいはいはい。2番、月曜日は英語の日。はい、そう。3番、サッカーしたいな。4番、SNS 界はサッカー界と似ている。マジか。ケイスケミュートしてるからな、俺。そんなツイッター。ツイート数多いけど。どうぞ。せーの、4番。3するよ、ホンダはサッカーしたいな。あいつはもうサッカーしたいなとか言う余裕ないぐらいもうサッカーしてるから。あ、なるほどね。したくなってやると思う。
あいつは。4番これは深いように見て一番浅い一番ダサい人間がやるツイートです。例えツイート、うん、これは素人的要素があります。正解は3番です。はい、何が素人や。4番本田圭佑に謝れお前。一番プロフェッショナル。あえガチ。はい、次いきます。はい、技術問題ってことで画像があるんで、はい、この後なんて言った圭佑が言った言葉をニュースゼロのインタビューでね、はい、はい、惜しかったら文の長さ短くお願いします。はい、トイケはどういうほど長くて、はい、わかりました、嫌です。言わんやろ。また別のインタビューで言ってる。嫌ですわ。また当たり前のこと言うんちゃう。ちゃんと寝て起きて食べてるかぐらい。逆になんか言いたいことあるみたいな。あーっぽいね。その質問、無回転質問ね。そうそう。なんかこの後、本田圭佑口は動いてるけど声は後から聞いてる。一刻堂ちゃうねん、本田圭佑。そのできへんわ。ないか。うん、一刻堂みたいなことできへんねん。ヒントは、まあ、2016年、うん、ワールドカップ前とかちゃう。ロシアで優勝かましちゃったわ。これします。ゴール決めたら。それあれ予言してやってないの。でも、圭佑って夢あれや、レアルでプレイすることやったやんな。俺も頭ツルツルにしたら監督になれるかな。おう、次男ちゃうねん。人生楽しめよ。お、近い近い近い。なんか一言なんか、あの、命令すんねん、はいはい、絶対そうや。努力しろよ。おい、いいやいいやいいや。挑戦しろよ。パッション。いや、言わんや。お前や。何々するなよ。立ち止まるな。怖がるな。マノン。ターンしたらあかんってみたいに言わんやろ。プレイ中の本田圭佑に言わんやろ。仕送りしてるか。油断するな。満足するな。ごっさんゴールやん。ごっさんゴールやん。これ誰が岡崎やねん。本田やん、セネガル戦の。満足するな、生きてる以上は満足するな。うわぁ、いい言葉言うじゃん。満足したいね、俺は。正解したら満足できる。位置は両方間違ってて、ちょ、間違えた問題ちょっとチェックしといて後からやっとくわ。まあこの、別にこれ何回もやらへんよ。敬語の対策しても意味ないって。はい、これで終わりです。最終結果は6対1でサイコさんの勝ちです。6-1、完敗すぎる。友達やん俺。さすがにこれは元田中の悲劇やわ。お、動画の悲劇みたいに言う。でも、あ、マジ悔しい。弱すぎる。さすがにでもこのさ、空の景色をさ、その背中で感じたこのソファーの感触を忘れた方がいいね。西野監督かお前。おい、マジこれ忘れちゃダメやって。西野監督言ってたけど、忘れちゃダメやって、マジで悔しすぎる。これ勝負しろ、お前。悔しい、悔しい、悔しい。勝負ぐらい悔しがるやん。お前、クルトワーから、でクルトワーからデブライで運んで、お前。深くスルーしてシュートいらんの。勝利後の余裕のベルギー代表やらんでね。もうフェラインにやらんでね。もっと勉強するわ。オッケーオッケー。はい、明日からサウスポー生活ということで。はい、1週間おまる生活して。UAE の10番いらんわ。